サンマリノ市は、サンマリノ共和国の首都である。サンマリノ共和国は、バチカンやモナコのような単一の都市国家ではなく、複数の行政区画により構成されるため、特に首都を指す場合は、各言語で市に相当する単語をつけて、国名と区別するようにしている。イタリア半島の北緯43度56分、東経12度27分に位置し、アドリア海に近い。面積 7.09 キロ平方メートル。人口4414人。毎年300万人以上の観光客が訪れ、観光客の 85% がイタリア人である。首都ではあるが、経済の中心はサンマリノではなく、ボルゴ・マッジョーレである。人口でもドガーナ、ボルゴ・マッジョーレに次ぐ、同国3位。サンマリノ共和国で最も高いティターノ山の西の斜面に位置する。301年、イタリア半島の対岸ダルマツィアのセッコー・マリヌスが、ローマ帝国皇帝ディオクレティアヌスによるキリスト教迫害を逃れるために仲間と共にティターノ山に来てこの町を作った。ヨーロッパ最古の共和国の誕生であるが、国土は今のサンマリノ市の範囲でしかなかった。市の中心部は周囲に配された3つの塔が盾となって防御された。特に11世紀に建設されたグアイタの塔は外敵の侵攻をよく押しとどめた。十字軍の侵攻で13世紀には第2の塔が14世紀にはティターノ山頂に最後の3番目の塔が作られた。人口が増えるに従ってサンマリノ市の区域は広がったが土地はすべて購入か契約によるものである。石の切り出し及びその加工業が盛んである。観光や郵便切手の売り上げも大きい。市内は玉石を敷き詰めた細い舗装道路で名高い。市の中心部には、車は乗り入れできない。イタリアのリミニに至るリミニサンマリノ鉄道が、ベニート・ムッソリーニの政権下で、第二次世界大戦前に作られたが、現在は運行していない。ボルゴ・マッジョーレは、1.5km のケーブルカーがある。サンマリノ市の旧市街やティターノ山の塔などは、2008年にサンマリノの歴史地区とティターノ山の名で、世界遺産に登録された。世界最古として知られる中世以来続くサンマリノの共和制の優れた証拠としての歴史的価値が評価されたものである。欧州小国競技大会を開催、参加している。サッカークラブ SS 村田、SP トレペンネの本拠地。ありがとうございます。